じゃあ、裏で考えてて、多分できた。緑色を、とっとと壊すが正解で、こうこうで、こうして、こうじゃん。なんだ、すごい単純だったな。緑色をどうしよう、めっちゃ頑張ろうっていうふうに考えたのがひたすら良くなくて、ただ単純に一旦もうとにかく一旦消しとけみたいなのが良かったんだ。 OK クリアということで、続き29からです。あっけないもんでしたね。壁がここに来る。端端、壁をスターターにして消したいよねっていうのをひたすらやるステージかな。壁になっちゃうけどね。壁が1、2、3、4、これが動かない。足りなくね。足りねえなこれ。壁が一個足りない。これを使って伸ばしてくるみたいなことができたか。これここにあると邪魔かな。この子は上に行けそう。下の子は残念だから動けない。ああ、この子も上行ってもしゃあないな。この子はそこ行けるんだけど、これがここに来て終了。を目指すんだとしたら、1、2、3個。足りないなぁ。口はもう全然動かないね、今日。足りない。壁材は4個。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、壁材4個で
そのうち2個を両サイドで使い切っちゃってるのがまあ良くないかな。これをこっちに押し込めばこうなるもんね。まあ別の物体がそこに入ることになるわけです。そうだな、これをこう来た時に別の物体を入れるとこの物体がなダメだよね。こうしてからこうするとそうなって入れないからな。ん？壁材は結局2つしか使えない中で3箇所に3箇所プラスこれがあって、3箇所行くには遠すぎる。埋めるにしては数が合わない。 1,2,3,4,5,6,7 ない。なので何が違う？これも答えが出てこないな。このやり方を2回やってると積む気がするわけで、それ以外にここの入り方ってない？壁を残して別のブロックで壊すとそのブロックがここの邪魔になるから、そうしないためにはここに別のブロックをひたすら貯めて解き放てになるんだけど、すげえ邪魔でしょそれ。これで壁3個取れれば、下のやつを1個だけ余らせることができれば勝てるのか。これがいるので、
じゃあね。その上に一つピンク色が入ればなんかゴールはできそうだよな。なんかこの方向性多分答えに近いと思うんだけど、調整がうまくいかない。このパーツを使えないのが辛いかな。動かせないんだよね、こいつ。こいつ動かしたければこの子をとっとと一個ずらせなんだよね。そうすると、いや使えないか。使えないな。お前がいるせいで使えないんだ。こいついらない。惜しいね。これね、ここに一個刺せれば全然それだけで OK なんだよな。だけどそれをするには先に入らないといけないと言っている。上から下に刺しておくことはできるけど、それをするならこれが入る前にここなんだよな。そうすると内側に入れるやつが次いなくなる。でもこの状態でどっちにせよダメだよ。この状態でこれをここに入れることはもうできない。でも中に入れないとこうなって、ここに入れるというそもそもの計画が破綻する。こっちではできないよね。ここにブロックを貯めるにはこいつを一旦どかした上で、ここにブロックを貯め込め。こっちの方が書いてできる。そうなると、ああできそうだね。これどうしよう。できた。The orange ones only spread a blast straight through. オレンジは直進しか伝達しません。スタートは4方向なのか？そしてバラのオレンジ。複雑になってきた。つまりこっから先は壊れないやつが出てくるんだな。
この後だってストレートじゃん。だってあら、準備運動だね。まだわからん。緑色がスターターになって緑から連結したやつらがってなって、なんだあそこにある赤は、まんな無理だぞ。え、じゃあこの緑色のところに他のやつら全員連れてこないといけないのか。これもあるけど、だここに一個貯めてこっち側から起爆して、ち、やっぱ起爆するやつは十字方向なんだよな。それ以降はストレート。本意ではないな。え、めっちゃむずいんだけど、よくわかんなくなってきた。蹴ったやつがスターターになって。これで、これ、1、2、3、4、5。もう無理でしょ？無理でしょ。え、こいつがここが残るんでしょ。ここに物を持ってきたいから、こいつは消したいで、消す数は最小限にしたい。この状況でこっち側が崩れないのが、いや、これがいいのかな。この状態からこれを連結せずに上をつなぐのがポイントだったんだ。左側を連結すると全部消えてたんだ。意味わかった。うん。いや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 。どういう残り方？なんでこんな残し方した？
おこぎ作っちゃったので、そこと連結できるような連続を作りたいが、壁は壁だし、消すなら壁にくっつけて全部消したいよねっていうのがまずあって、消したいやつは壁にくっつけろ、残したいやつは全員あそこに持っていけ。ここに壁が一個あるが、この膨大すぎるタイプのステージだから考え、あんまり考えたくない。結局ほとんどの物体を壁にくっつけようねって言ってるだけなんだけど、ただこのステージ怖いのが斜めになってるやつ、こんなことしちゃダメなんだろうな、多分。何を残すべきなんだろう。残す？壁をキックにして壁の直線上にあるものだけを残しても良い。正直全然わかんないな。フィーリングだけでやってるの今。全然いける感しないけど、これえ、な、何を求めてるステージなのこれ。なんかてっきりエンドとか出てくるのかなと思ったら、全然そんな可愛いステージではないな。この残ったパーツをこのでかい盤面で何とか使い切るよって、だこれだけを残して、それ以外は全部壁と一緒に消しましょうねって言ってるんだと思うんだよな。
これどうすんの？一個残るけど。うわ、これ残したのやばいな。こっち側失敗してるっぽくない？青色があれば縦横に連動するんだから、オレンジの先に青があれば、これって曲がるよね。青があれば曲がる。足りないんだけど。足りないんだけど。消しすぎたものがあったな、どっかに。うわ、どこ？どっか一個消費しなければ勝てる。左側の方がやるべきことが見えてるので比較的楽ではあるらしい。ここの消すやつ間違えたのかな。これが結局、ここはこうなんだよね。で、これを、ここをいかに伸ばすかで、もうこれはこっちになくていい。こっち側でオレンジの代わりに使い切れるなら使ってもよい。いけるな、数は合ってるな。難しくない？なんでやねん。あ、ほんまや。
うわーほんまや。おう。うわーどしょっぱなで間違っとるやんけ。げー。こうだったね。アホした。ただもうできることは見えた。でいいかな。OK。端に4個あるのは無理なので。トライアンドエラーできな、以外できなくてしんどい。しんどい。ここ飛ばそう。やりたくない。
37分終わるか。あと5問。